藤沢智子は、東北放送のアナウンサー、取締役である。宮城県仙台市出身。仙台市立城、杉山通小学校在学時、放送委員会に所属。その際将来はアナウンサーに就きたいにと思い始め、高校、大学時代には、財政他局の番組でアシスタントを務めていた。宮城学院女子短期大学を卒業後、1979年に東北放送にアナウンサーとして入社。ラジオの昼ワイドのメインやテレビのニュースキャスターを務めてきた。現在もラジオ番組を担当する傍ら、後進指導にあたる。名実ともに局の看板アナウンサーである。2010年4月報道制作局アナウンス部長、2014年4月ラジオ局長、兼アナウンス部長を歴任。2015年6月には取締役に選出。ラジオ局長を委嘱され、同局を担務する。2020年4月にラジオ局長の委嘱が解かれ、ラジオ局、報道制作局、番組審議会を担務する取締役に専念することとなる。2021年4月には非常勤取締役となり、同時にグループ会社である TBC アズの代表取締役社長に就任する。なお、社長就任後もラジオ番組への出演は継続する。標準語ではニュアンスを伝えにくい、仙台弁、伊豆を全国に広める会の会長を名乗っている。愛知万博では、AM ラジオオールスターズの一員として、CD、日本丸ごと、万博音頭を出した。また東北放送のアナウンサー6人と、フリーアナウンサーのロジャー・オーバで結成した。バンドマイクブレイカーズでもボーカルを担当。このほか、2008年12月に発売された、仙台弁カルタで CD の読み手を担当。宣伝のため、FM 仙台のエジャムフライデーに生出演した。私生活では既婚であり、すでに独立した子供がいる。AB、役員の状況、東北放送株式会社 S1004 部3。有価証券報告書第87期、卒業生の仕事場訪問東北放送アナウンサー、藤沢智子さん。宮城学院女子大学パルティール、http://www.mugu.ac.jp/main/about/kohsi/document/PDF2015年7月7日閲覧人事、東北放送、日本経済新聞、http://www.日経.com/article/dgxlmsjd807001x20c15A500万、2015年7月6日、閲覧。アナルーム、会長万博会場で歌う、東北放送。http://skip.tbc-sendai.co.jp/04anno/tomofujisa/20054059.html 2015年7月7日閲覧。アナルーム、新しい家族、東北放送。http://skip.tbc-sendai.co.jp/04anno/tomofujisa/2015年7月7日閲覧。ありがとうございます。